はいえー、ファーウェイ、えー、副会長が、ね、カナダで逮捕されていますけれども、えー、そのファーウェイの創業者、ね、逮捕されたモー晩ュというモ、ねえーもう晩秋もう被告ですけどね早っ,って感じですけどモー被告、えー、のお父様ですね、この方はファーウェイの創業者ですアメリカはです、ね、ファーウェイ潰しをしようとしているそれに対してファーウェイの創業者は アメリカに潰せるわけがないとのたまわっています、えー。排除要求に激しく反発ということですけどもね。はい、行きます。中国通信機器大手の,大手のファーウェイ技術のえ CEO の任聖碑氏は、イギリス BBC 放送が19日までに報じたインタビューで、アメリカが当社を潰せるわけがないと語り、 アメリカ政府が安全保障上の脅威を理由に各国へ同社排除を求めていることに反発した高速大容量の第5世代移動通信システム開発でファーウェイは先行しているとされ任氏は他社よりも当社は進んでおり世界は我々を放っておかないと強調今後の事業拡大に自信を見せアメリカは世界の代表ではなく一部に過ぎないと語った。 ファーウェイ製品を使うことによるリスクは軽減可能と情報当局が結論付けたと伝えられている英国に対しアメリカが当社を信用しないならより規模を拡大してアメリカから英国へ投資を移すと宗派を送った。 ニ氏は中国政府のスパイ活動への関与やアメリカ当局が指摘する違法行為を否定娘のモーバンシュ副会長がカナダで拘束されアメリカで起訴されたことについて政治的動機に基づいた行為は容認できないと批判したはい、イギリスがですねだからファーウェイの何えー、っときえー、っとなんだっけ <coughs> ファーウェイ製品を使うことによるリスクは軽減可能と情報当局が結論付けたらしいですねイギリスはイギリス人アホちゃうかファーウェイの本当の怖さはファーウェイ自身にあるんじゃないんですよ、ね、え情報法ですねえ国民情報法という 中国政府が命じたら中国人であれば全員捜査当局、えー、情報機関当局に協力しなくてはいけないつまり命令に従って全員があのスパイ活動をしないといけないというそういう法律を作ったわけです国家情報法という、ね、法律を作ったということはファーウェイはいつ何時、ねえー、情報機関から これを出せ、あれを出せ、こういうものを仕込めと言われるかわからないそう言われたときに拒んだらこれ大変なことになるわけですねだから現在のファーウェイは仮に安全牌だとしてもいつでも共産党の指示によって、ね、データの抜き取りとか監視とかそういうことをすることができるもしくはいや、しなくてはいけない、まあ、そういう法律があるこれが一番の問題なんです今のファーウェイが安全かどうかじゃないんですよね。 イギリスは分かってないな。だいたいこんなね、あの OS なんて、もうしょっちゅうアップデートされてるでしょ今ね、悪意あるプログラムが入ってるかどうか関係ないですよ。将来入れられるということが問題なんですよ。イギリスは分かってないな。これ世界で締め出さなきゃダメなんだ,だから、ファーウェイが悪いんじゃない。中国ですよ。共産党ですよ。だから中国の通信機器なんか使えるわけがないんです。これ中国政府が悪いんですから。ファーウェイじゃないんですよ。国家情報法ですから。 ねえ、イギリス分かってないなぁ。ほんとダメだね。誰か教えたって、イギリスに。それちゃうからって教えたって、全然違うから。はい、次。